幹事社の読売新聞ですが、代表お願いします。はい、おはようございます。幹事は閣議と閣僚とのみでございました。まず熊本地震の被災地への支援策の一つといたしまして、発売団体であります全都道府県および全政令指定都市のご協力を得まして、来月から発売予定のドリームジャンボ宝くじを活用し、熊本地震の被災地の緊急支援を行うこととなりましたので、ご報告申し上げます。で、具体的にはドリームジャンボ宝くじの計画額750億円のうち100億円を被災地支援分と位置づけまして、収益金を被災団体に配分する予定でございます。で、今回の宝くじは発災後1ヶ月弱での発売開始という、これまでにないスピード感での対応となります。都道府県政令指定都市の皆さんにご尽力にも心から感謝を申し上げますとともに、被災地を支援したいという方々のお気持ちにタイムリーに応えられる宝くじになるのではないかと期待をしております。ぜひ多くの皆様が今回の宝くじをお買い上げいただきまして、被災地の支援につなげていただきたいと思っております。私からは以上でございます。それでは幹事社から1問質問させていただきます。昨日自民党の佐藤国対委員長が国会内で民進党の安住国対委員長に対して、熊本地震に対応した補正予算への成立に向けた協力を求めました。佐藤国対委員長は5月13日の閣議決定を経た後に、20日までの成立ということで具体的な日程感も示して協力を示す要請しております。総務省庁の対応をお願いします。はい、4月24日に開催されました政府非常災害対策本部会議の場で、総理大臣から補正予算編成のご指示がございました。そして、その日に、開かれました総務省の、会議で、各部局に、検討を指示したところでございますので、事務方の検討結果を待って、しっかりと判断をしたいと思います。各社から以上です。各社さんありましたらどうぞ。よろしいですか。どうもありがとうございました。こちらも。